出会いたい人に出会うための法則があります。ある町の入り口に一人の老人が座っていた。よその町から若者がやってきて老人に聞いた。この町はどんな町ですか？老人は聞き返した。君はどんな町から来たのかね？若者は言った。僕がいた町は腹黒くて立ちの悪い人間が多かった。老人は言った。この町も同じようなものだよ。若者は疑いの目で老人を見ると町に入っていき、しばらくして老人の言った通りの町であることを知った。ある日別の若者がやってきて老人に聞いた。この町はどんな町ですか？君はどんな町から来たのかね？僕がいた町は親切で温かい人が多かったです。この町も同じようなものだよ。若者は老人に感謝の言葉を伝えると町に入っていき、しばらくして老人の言った通りの町であることを知った。自分の周囲の人は自分の心を映し出す鏡だって言いますよね。これ鏡の法則。あなたが周りに温かく接していれば、温かい人に囲まれるようになります。あなたが相手の良さを見つける達人になれば、あなたの良さを認めてくれる人に囲まれるようになります。つまり自分が姿勢や表情を整えれば、鏡に映った自分の姿勢や表情も整うというわけです。さて、あなたはどんな人に囲まれたいですか？どんな人と出会っていきたいですか？ではまた。